こんにちは。税業専門税理士川見奈美です。本日の動画はこれから税金ラッシュということで、どんな税金をいつまでに払うのか、税金スケジュールについて一緒に勉強していきましょう。今週4月の末にですね、税金の引き落とし、要は口座引き落としの手続きをされている方は税金が引き落とされていたという方が多いのではないでしょうか。これからの季節、税金ラッシュがスタートしますので、しっかり一緒に勉強していきましょう。私はオンラインサロンの運営といろいろと SNS をやっています。またビジネス書を2冊出版しています。動画内容で必要な引用元や図解や過去の YouTube 動画など、また SNS や出版した本などはですね、概要欄からすべて飛べるようになっておりますので、そちらの方ぜひ見てみてください。それでは本日は税金のスケジュールについて一緒に勉強していきましょう。はい、それでは本日の動画、何をいつ支払うのか、税金スケジュール、個人事業主版ということでスライドで解説をしていきます。本日の内容です。税金ラッシュの季節がやってきたということでですね、結論、スケジュールをしっかりと把握しましょう。このスケジュールを把握しないと資金繰りができないということになりますので、皆さんしっかりといつどんな税金をいくら払うのか、しっかり把握する必要があります。2つ目、まず税金の種類について簡単に紹介をして、税金のスケジュールについて一緒に見ていきたいと思います。そして最後、まとめ。本日はこのような流れになっておりますので、よろしくお願いします。まず税金の種類から簡単に解説していきます。一体どんな税金を払わないといけないのか、次のスライドです。はい、こちら税金の種類になります。まず1つ目、これは皆さんご存知、メジャーな税金になります。所得税ですね。これは所得にかかる税金、国に支払います。基本税金というのはですね、この所得税を計算するために税務署に提出した確定申告書というものを元にベースにして計算されることが多いです。ですので皆さん令和5年の3月15日に申告書提出したと思います。それによって他の税金も計算がされることになります。他に一体どういった税金があるのか見ていきましょう。まず1つ目が所得税でした。次に紹介する税金は住民税になります。これは提出した確定申告書をもとに計算がされます。この住民税というのは皆さんが住んでいる市区町村に支払われる税金になります。ですので所得税は国へ、住民税はお住まいの市区町村へということで、支払い先が違うので所得税と住民税を両方払わないといけないよという日本のルールです。そしてこの住民税なんですけども、皆さんがこの間提出した申告書をもとに自動的に計算されますので、あえて別途出すという必要はありません。もちろん確定申告書を出した方は住民税の申告が必要ないということですので、ここは勘違いのないようにお願いします。次にかかってくるのは、これはビジネスをしている方独特の税金になります。事業税というものです。こちらも住民税と同じく、この確定申告書を元に計算してきますので、別途申告用紙を作らないといけないということはありません。事業税は県へ支払う税金になりますので、県の方から事業税のお知らせ、また納付書などなど書類が届きます。必ず見落としのないようにチェックしてください。特に事業税を払う1年目の場合はですね、問い合わせの内容が入っていたりですね、確認したいことというもので、ね、お知らせが入っていることもありますので、必ず忘れずに、県から届いたよくわからない封筒と思わずにですね、中身が事業税である可能性が高いですので、きちんと中身開けて確認するようにしてください。そして必要であれば必要の項目を記入して返信、要は送り戻すという作業を必ずするようにしてください。事業税の方はですね、実は全員が必ずかかるというわけではありません。こちら控除額があります。この控除額が290万円控除されます。ですので売上から経費を引いた残りの所得金額がですね、290万円を超えたら事業税がかかってくるということになります。そして290万円を超えたらいくらかかってくるのってことなんですけど、こちら事業税というのは実は業種によってパーセンテージが違うんですね。このパーセンテージは 3% から 5% になります。一般的に 5% という方が多いのではないでしょうか。こちら事業税についてはですね、以前過去動画作ってますので、こちらの事業税が来たということでね、詳しい内容はこちらの動画で学んでみてください。それでは次の税金を紹介します。消費税になります。これは分かりやすく説明すると、売上が1000万円を超えるとかかってくる税金というふうになります。こちらですね、令和5年の10月から引
インボイス制度が入りまして、インボイス制度に登録すると1000万円なくても課税事業者に、要は消費税の納税が必要となるルール変更がされますので、必ずインボイス制度というのは押さえてください。過去にインボイス制度いろいろな動画作っていますので、ぜひ皆さんそちらの方を見て、しっかりとスタートする前に学んでおきましょう。消費税の支払いも来るということですね。消費税の申告書というのはですね、所得税の申告書を出したからといって自動的に計算されるわけではありません。お気をつけください。消費税の申告は別途自分で作成して提出する必要がありますので、こちらはね、住民税や事業税のように自動的に計算されるわけではないのでお気をつけください。はい、そしてこれらの税金を払った後にはですね、実はこういったものが来る方がいらっしゃいます。予定納税というものです。これどういったことかと言いますと、税金の前払いということで、一定以上の所得税と消費税を今回の確定申告で払った方はですね、税金額が大きくなってくるため支払いがきついよねということで、税金の前払いをして分割払いにしてあげますよっていう風な流れ、そういうルールがあるんですね。次のスライドでもう少しね解説しますけども、そういった税金の前払いというルールがあるんだということを皆さん頭に入れといてください。これ意外と予定納税というシステムを知らなくてですね、なんでまた消費税この間払ったばかりなのに来たんだろうっていう風に不思議に思ったり、またね税務署の方に問い合わせて確認をしないという手間が発生してしまいますので、予定納税というものがあるっていうことを頭の片隅にしっかりと置いておくといいです。これらの税金を払うためにはですね、やはりお金の管理と資金繰りが必要となってきます。どの税金をいつ払うのかっていうのをしっかり押さえておかないとですね、資金繰りが苦しくなったり、またね現金キャッシュが足らなくて払えないかもしれないみたいなことになりますと、ビジネス自体本業が危うくなりますので、しっかりと税金の種類と税金のスケジュールというのは押さえましょう。次のスライドから税金のスケジュール、いつ払うのかを見ていきます。はい、こちらが税金スケジュールの表になります。所得税はですね、皆さんこの間令和5年の3月15日までに申告してると思うんですけど、納付期限は提出日と一緒で3月の15日までに支払ってると思います。これ同じく消費税も一緒です。3月末までが提出期限ですので、納付期限も3月末ですね。ですが先ほど言ったように、冒頭で言いましたよね、口座振替、要は振替納税を利用している方はですね、4月の末に引き落とされたところじゃないですかって話冒頭にしましたけど、これはどういったことかと言いますと、本来でしたら3月15日までの納付期限なんですけども、振替納税を利用するとその引き落とし日が伸びるんですね。いつになるかと言いますと、令和5年で言いますと4月の24日に所得税が引き落とされます。同じく消費税、こちらは令和5年の4月27日に振替納税の方の引き落としがされます。ですので振替納税を使用した方とそれを使わなかった方とはですね、納税時期が違うという点少し押さえておきましょう。さあ皆さんね、これ引き落としてされたところだと思いますけど、じゃあ今後どういった税金がどのように来るのか、今所得税を見たので次住民税を見ていきましょう。住民税はですね、納付期限が4回に分かれます。6月末、8月末、10月末、1月末ということで4期に分けて払います。次、先ほど言った事業税、ビジネスをしている方は県に対して払いますよって言っていたこの事業税ですね、先ほど290万円以内でしたらって話をしたと思いますけど、その税金です。いつ期限が来るかと言いますと、8月末と11月末、年2回来ます。そして先ほどから言っている消費税は3月末までに申告書を提出して払います。振替納税の場合は4月の27日に、令和5年の場合は引き落としがされているはずです。さて先ほど言った2つ、所得税と消費税の予定納税、税金の前払いについてね、先ほど少し紹介しましたけど、こちらについて解説をします。いつこの予定納税の税金納付期限が来るのか、こちらになります。まずはじめにですね、この所得税の予定納税が発生する方はどういう方が発生するかを押さえたいと思います。こちら見てください。前年の所得税が15万円以上の方は予定納税が来るっていうことになります。ですので令和4年分の所得税が15万円を超えた方は令和5年に予定納税が発生するということになります。同じく消費税です。消費税はまた少しですね、金額が変わります。消費税の場合は前年令和4年分が48万円を超える方は予定納税が発生してきます。ですので
所得税が15万円を超えていて、そして消費税の方もですね、前年が48万円を超えてるって方は、所得税の予定納税と消費税の予定納税両方が来ると思ってください。そしてその2つの予定納税の納付期限についてはこちらです。所得税の予定納税は8月末と11月末になります。消費税の予定納税は8月末に来ます。こちら条件が少しありまして、消費税の予定納税っていうのはですね、前年の消費税額が48万円から400万円以下の場合は1回予定納税が来るっていうふうに覚えておいてください。これを超える方っていうのはですね、自営業フリーランスの方ですとちょっと数がかなり少なくなりますので、今回はこのパターンのみ紹介します。まあ一番多いであろうというところだけで、後のね他の回数変わってくるんですけど、この400万円を超えると消費税のねこの予定納税の回数が変わってくるんですけど、そこは今回動画では省略させていただきます。48万円を超えて400万円以下の方ですと8月末に消費税の予定納税が1回来るっていうふうに思っておいてください。そしてここです。もう一つポイントがあるんですけど、じゃあこの予定納税払ったはいいんですけど、この後どうなるんですかって皆さん心配になりますよね。安心してください。その次の確定申告で前払いした分だということで、そちら控除することができます。要はもう前払いしてるので、確定申告を作成して締めた時に税金額がいくらって出たとこから予定納税分を差し引くことができます。引き算できますのでご安心してください。ですので先に払っておくとですね、次の確定申告時期の納税負担感は少し精神的に楽になるということですね。トータル払う金額は結果は一緒なんですけど、前払いしてる分少しその時の負担が減る、まあ軽減されるということだと思ってください。はい、では今ね紹介した税金以外にもですね、実は税金があります。次のスライドで他の税金こんなのもあるよというのを紹介していきます。はい、税金の種類です。まず一つ目ですね、固定資産税になります。これは住宅や不動産を持っている方が該当します。固定資産税というのは住まいの市区町村に払います。これは土地や家屋、畑、田んぼなどなどですね、全て持っている資産、要は不動産が掲載されてきます。こちらも市の方から、要はお住まいの市区町村から書類が届きますので、そちらの書類を見て確認をしてください。そしてですね、自動車に乗ってる方、自動車を所有している方はですね、自動車税がかかります。これは車の税金ということで、お住まいの県に支払う税金になります。ちょっとねビジネスの税金とは離れちゃうかもしれませんが、自動車、車に乗っている方っていうのはですね、比較的人口的に多いと思いますので、自動車税を払うということで今回紹介をさせていただきました。次に紹介するのが焼却資産税になります。これはですね、どういったものかと言いますと、住まいの市区町村に払います。どういった税金か、事業用の資産になります。もう少し詳しく解説をしますと、土地家屋以外の事業用の資産あるかと思います。こういったものは実は税金がかかるんですね。なので焼却資産税ということで挙げました。こちらもですね、焼却資産するようなものないですかということで、お住まいの市区町村からお尋ねの資料や届けます。税理士ね、雇われている方はこの焼却資産の提出、市に出さないといけない書類がきちんと提出されているはずです。もう少し詳しく知りたいという方は焼却資産税というふうにググっていただけるといいかと思います。そしてこちらもう一つイレギュラーなんですけど、一応紹介しておきますね。不動産取得税という税金もあります。これは不動産を取得した時に県に支払う税金になります。不動産を取得した時になりますので、必ず毎年毎年払うものではありません。不動産を取得した時には払う税金というふうに覚えていただければ大丈夫かと思います。そしてこちら一つ注意点なんですけど、この固定資産税や焼却資産税とかいうものはですね、自治体によって要は納税日っていうのが多少異なったりします。6月末のところもあれば7月末のところもあるというように、自治体によって少し納税のルールが違う場合が多いですので、自分の自治体が何月なのかは多少異なりますのでお気をつけください。そしてですね、今紹介した所得税や事業税やね、消費税のほかプラスこういった税金もありますよって紹介したんですけど、税金ではないんですけど、毎月皆さんおそらく国民健康保険の支払いや、これにプラス自分の国民年金の支払いもあるということを忘れないようにしてください。こちらの負担もあるよということで、少しここで紹介をしておきます。それでは次、今紹介した税金のスケジュール表を見てみましょう。はい、税金スケジュールです。固定資産税の納付期限は5月末、8月末、12月末、2月末になります。自動車税、車を所有している方はですね、5月の31日までに払うというルールになっております。そして先ほど言ったビジネスや仕事で使う土地や家屋以外の焼却資産は5月末、7月末、12月末、2月末ということで、ね、4回に分けて払います。そしてイレギュラーで出る時しか払わないんですけど、不動産所得税というのはですね、取得した60日以内に県税に申告することになります。
ますので、その申告書が通過して、その後にですね、納税のお知らせ、要は納付書が届きますので、そちらのタイミングによって納付期限は各それぞれね、その方の不動産を取得した時期、また申告した時期によって異なってきますので、こちらの方は納付時期いつというふうに言えることはできません。そしてもう一つプラスアルファで学んでおきましょう。源泉所得税というものがありまして、こちらも納付時期があります。この源泉所得税どういったものかと言いますと、スタッフや正社員を雇われている方いらっしゃると思うんですけど、その正社員やスタッフさんに給料を渡すときに税金をもう差し引いて渡すっていう方、それの納付時期について少しここで紹介したいと思います。原則基本的には翌月の10日払い、毎月毎月計算して翌月の10日に払うっていうルールなんですけど、毎月毎月となると大変だよねっていうことで特例があります。この特例を使いますのは小規模のね、小さなお店だけになりますのでご注意ください。特例使ってるお店、自営業フリーランスの方だと多いと思います。特例を使われてる方の納付期限はですね、1月と7月の2回になります。これ忘れずに納めるようにしましょう。そして先ほど言ったように、自治体によっては納税日ね、この通りじゃない場合もありますので、そこはご了承ください。さあ、今紹介した税金の種類と税金のスケジュール、2枚のスライドを見せましたけど、これ2枚に分かれてたらちょっと分かりにくいじゃないですか。じゃあトータルでどういうスケジュールで動くのかというのを次のスライドでまとめましたので、ぜひしっかりご覧ください。はい、税金カレンダードンということで出しました。3月ね、所得税と消費税の納付がね、もうまずね、現金納付の方、税務署にね直接納付されたって方はもう払い終わってると思うんですけど、4月にですね、口座振り替えした方は4月の末にこちら引き落としがされていたはずです。こっからスタートしてですね、誤解のないようにしてくださいね。3月4月両方払うわけではないんですけど、どちらかに払ってるはずです。こちら4月からスタートしましてですね、次何が来るのかと言いますと、5月になりますと先ほども紹介した自動車税がやってまいります。その次に固定資産税の1回目、次に焼却資産税の1回目が5月に来るというふうにイメージしておいてください。そして6月になりますとね、住民税がやってまいります。住民税の1回目の支払いですね。そして7月は何を払うかと言いますと、先ほど言ったスタッフや社員さんの源泉所得の特例を使っている方は7月に1月から6月分をまとめて払うということで、こちら払うということになります。そして7月はもう一つ焼却資産税の2回目がやってまいります。そして8月ですね、皆さん8月は忙しいんだっていうふうにちょっと覚えておいていただけると、資金繰りができるんじゃないでしょうか。何が来るかと言いますと、まず住民税の2回目の支払いが来ます。そして次にですね、先ほど言ったこの290万円の控除があるよって言っていた事業税の1回目の支払いが来ます。そして固定資産税の2回目、所得税の予定納税がある方は所得税の予定納税が1回目が来ます。そしてこちらですね、消費税の予定納税、所得税の予定納税のみならず、消費税の予定納税、要は前年48万円を超えた方は消費税の予定納税も来ますので、8月にこちらの消費税の予定納税が来るっていうふうに思っておいてください。8月はかなりちょっとヘビーになります。9月は一旦休憩になります。で、10月はということで住民税の3回目が来ます。そして11月は事業税の2回目ですね。そして所得税の予定納税あった方、1回目の払った次2回目が参ります。そして12月はですね、固定資産税の3回目、そして焼却資産税の3回目というふうになります。ちょっと今回ね、狭くなるので1月2月は省略しましたけど、今回の動画の目的はですね、一体4月のここからどういった税金スケジュールになるのかということですので、こちらをメインに見てください。4月から8月までノンストップで何かしらの税金の支払いが来るというふうに思っておいて、覚悟をしておいてください。そしてこのスケジュールをしっかりと頭に入れて、ビジネスの資金繰りをするようにしましょう。はい、以上のように税金ラッシュをスケジュール、要は月別のねカレンダーで見ていただいたところで、よくね理解ができたんじゃないでしょうか。うわ、これからの季節大変だなというふうにね思ってる方も多いかと思います。まず税金っていうので大事なポイントは、いついくら自分が払わないといけないのか把握しておくということが非常に大事になります。そしてですね、これをどうしてするかというと、資金繰りのために把握が必要ということになります。これどうして資金繰りするために必要なんですかと言いますと、税金の支払いがきつい、例えば先ほどのカレンダーで言うと8月の時にですね、経費の支払いが重なったとか、8月に投資をして支払いが8月に重なっちゃったっていう風になった時にですね、きついじゃないですか。ちょっとずらした方が楽ですよね、資金繰りは。このように税金をいついくら払うかっていうのを把握しておいた方が、経営ビジネスっていうのはやりやすくなるんですね。もちろん全ての支払いを調整できるわけではないんですけど、いつ自分は投資をするといいのか、またいつ経費の支払いをねまとめておくといいのかっていうようなスケジュールに役立つ時があるということ
ということでしっかりと押さえておきましょう。そしてもう一つ大事な慌てない対策があります。これどういったことをしておけばいいのかと言いますと、納税資金の確保をしておくっていうことは私は顧問のお客さんに非常に強くお勧めしております。特に消費税ですね、消費税の納税資金というのは絶対に確保しておいた方がいいです。これ過去の動画でですね、消費税って売上からいくらぐらい避けておけば足りますかっていう動画作ってますので、もし気になるなって方はそちらの動画、過去の動画でありますので見てみてください。そしてこれ当たり前なんですけど、売上で稼いだお金をですね、ビジネスは全て使えるわけではありません。経費の支払いのため、税金の支払いのためというふうに確保しておかないといけないというこの基本的なねルール、頭から抜けてる自営業フリーランスの方意外と多いですので、しっかりと押さえておきましょう。こういったように自営業フリーランス向けに役に立つ動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方お待ちしております。はい、私はオンラインサロンの運営をしております。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で税理士にいつでも質問や相談をすることができます。オンラインサロンは Facebook の非公開グループで運営をしております。2つ目、定期的にサロン Zoom を開催しています。 Zoom 上で私に直接質問や相談をできるということで好評です。またメンバー同士の異業種交流ができるということでとても好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しております。経理税金の新しい情報やビジネス情報、また SNS の裏側などなど、オンラインサロンのみだけ投げているものばかりですので、ぜひ概要欄から詳しい詳細載ってありますので、オンラインサロンの加入をご検討ください。お待ちしております。はい、それでは YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。いいねやコメントいただけると励みになりますので、ぜひお願いします。高評価ボタンもウェルカムです。そしてそれ以外に私はいろいろ SNS をしております。 Instagram、Twitter、TikTok、Voicy とやってますので、ぜひ覗いてみていただけると嬉しいです。すべて概要欄から飛べるようにしてあります。またビジネス書を2冊出版しております。こちらもうすぐスタートのインボイス制度の Q&A ブック、図解と Q&A 形式なので自分の気になる Q から見れますし、またインボイス制度がスタートした時の経理どうすればいいのかっていう実務的なところまで解説入ってますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。そしてもう一冊はですね、フリーランス自営業のバイブル本と言っても過言ではない、経理税金確定申告節税必要なものが一冊にギュッとまとまった本出しておりますので、こちらも合わせてよろしくお願いします。どちらも Amazon、 楽天、また Kindle 版もありますので要チェックです。こちらも概要欄に貼ってあります。はい、それでは本日の動画は以上になります。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか。今回はね、皆さんがこれからハマるであろう税金ラッシュについてしっかりとスケジュールを抑えてほしいなという気持ちで動画を撮影いたしました。お役に立てたら嬉しいです。しっかりと税金のスケジュールを抑えて資金繰りしておきましょう。また今後もですね、こういった自営業やフリーランスに役に立つような情報を投稿しておきますので、今後の YouTube チャンネルもご贔屓によろしくお願いします。いつも最後まで見ていただいている方ありがとうございます。本日以上になります。税理士川南でした。またの YouTube 動画でお会いしましょう。それではまた。